あれ、これ使っていいでしたっけ、はい。あんまりあの大きな声じゃ言えないんですけど、じゃマイクを通して言ってますけど、ギターとか楽器とかね、あんまというかほとんど買ったことないんですよ、自分。これもね、自分の静岡の先輩が生前贈与とかっていただいちゃったんですよ。元気なんですよ。ね、なんてくれるのかな、わかんないけど、本当だから、あの、それから楽器屋さん行かないですね。ダメですね。あのこうやってエフェクターって言うんですけど、こういうのね、いっぱいね、俺足元何もないんですよね。最近こういうワイヤレスもこんな小さくなりまして、普通だったらワイヤードでね、こうアンプの方に行くんですけど、もう何もないんですね。はい、本当お手軽で、お手軽ミュージシャンで、はい、今日はまだ自分のギター持ってきてからいいようなものの、お店にギターがある時はもう自分借りちゃうので、本当に手ぶらでね、はい、手ぶらのギタリストというあまりありがたくない名前も付けられましたけども、はい、じゃあここからギターで何曲か、皆さんがご存知の曲と全く知らない自分のオリジナルを取り混ぜてお聴きいただきたいと思います。1曲目はですね、サンタナいきます。サンバパーティThank you.
サンバパーティー君に捧げるサンバでした。いつも言うんですけど、見ての通り自分一人でやってるんで、普段だったらこういう時バンドだったらですね、後ろにベースの人とかドラムの人がいて、ですよねとかね、誰もいないわけですよ。で、一人で喋らなくちゃいけないし、一人で歌わなくちゃいけないし、一人でチューニングしなくちゃいけないしね、結構見た目と違って忙しいんですよ。バンドいいですね、本当に楽しいですね。今日も、田中さんもなんか3年ぶりにドラムを叩いたとおっしゃってましたけど、ドラム叩くのとスペアリブ作るのどっちが大変ですかって聞いたら、ドラムとおっしゃってましたけど、ね。では次は、リクエストいただきました、東京は江戸川区、西小岩からお越しの中野茂様からのリクエストで、アントニオ猪木が亡くなりましたので、猪木ボンバーエイをささんじがやってませんので代わりといったらなんですが、中野さんのリクエストで、テリーファンク、ドリファンク、スピニングというホールド、フリーザー
から、皆様がよくご存知な、クラシックの曲ですね、2曲お聴きいただきたいと思います。最近の、運動会ではこの曲がよくかかる。